海水浴その1。ねえねえおじいちゃん、今度はあっちに行ってみようよ。そうだの。いやー、ダメだー、こんなところに。助けてくれー。うわー、ここまで来てる、助けて。あ、おじいちゃん。ウーバーイーツです。海水浴その2。ねえねえおじいちゃん、今度はあっちに行ってみようよ。そうだの。いやー、ダメだー、こんなところに。助けてくれー。うわー、ここまで来てる、助けて。あ、おじいちゃん、お誕生日おめでとう。水浴その3。ねえねえおじいちゃん、今度はあっちに行ってみようよ。そうだの。いやー、ダメだー、こんなところに。助けてくれー。うわー、ここまで来てる、助けて。あ、おじいちゃん、俺だよ、俺ハンバーグだよ。あだば、あだば、タキヤでも鍵、やーべっちゃ、見ました、ちょっとあった見た、ちょっとあった、ということでね、4コマ劇場、久々なんですけれども、時間がかかる、まず時間、あの、1分ちょっとぐらいしかないんですよね、多分ね、3つってね、1分半ぐらいですかね、もうほんとね、あれだけでね、2日以上かかってるっていうね、まずほら、考えなきゃいけないっていうのね。ただ、三つ目はもうほんとね、大好きな芸人さんのギャグを、使っちゃうっていうね。ほんとにね、悪い癖です。もう面白いもん使っちゃってるからもう大丈夫だろうみたいなね。もうほんと、ね、申し訳ないんですけど、使っちゃいました。そういう感じでね。もうほんとね、やらさせていただいて、もうね、思いつかなかった。似ちゃうから。ね、三つこうパターンどうかなと思ってね。まあこんな感じで、また、思いついたらですね、時間がかかる。とにかく写真がね、この向きとかね、もうそうだし、もうまず最初に思い、もう海水浴と思い、あ、これついたっていうのは、サメのおもちゃがあったからみたいなね。なかなかね、難しいんです。もう、物ありきだから。もうほんとね、そんな感じで。またね、思いつけば、ということで、あんまり評判が悪いようだとやめますけど、やりません。時間、もうね、効率が悪い。めちゃめちゃ効率悪いですね。だから、芸人さんがネタをあんまり YouTube でアップするっていうのはあんまりいらっしゃらないっていうのはそうだと思うんですね。なかなかね、作るとさ、大変。で、面白くないかもしれないしね、って思っちゃうと、もうね、もう大変だ。もうあれもね、本当はね、違ったんですから、オチが。全部ではないけど、本当はもっといろいろ案があってみたいな。はい、3つに絞る。しかも最後のやつなんか思いつきでもうそこで入れちゃったから、もう入れちゃったらもうこうなんかね、また時間かかっちゃうから、もういいこれでみたいなね。もう本当申し訳ねえです。もうね、本当に大好きな芸人さんのギャグですから、まあね、許してください、すいません。もう面白いかなと思って、ということで、またじゃあなんか思いついてやります。以上です。どうも、どうも、それでも、影、さようならホームラン、海水浴。さようなら、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら、僕は幸せだな。川野田チャンネル